DDT ライブマジマンジは2018年4月11日よりアベマ TV の格闘チャンネルで生配信されているプロレス中継番組。略称はマジマンジ。推奨ハッシュタグは DDT マジマンジ。2019年からは DDT ライブマジマンジ長として配信。キャッチコピーはプロレスがゴールデンタイムに帰ってきた。サイバーエージェントグループとなり、 アベマ TV で月に一度大会生中継をしていた DDT グループが2018年4月より毎週アベマ TV 用に生中継する工業名及びウェブ配信番組名毎週火曜19時から東京新木場ファーストリングから生中継される既存のプロレスファンはもちろんプロレスを見たことがない人若いファンに向けて制作され実況解説ではプロレスビギナーのゲストを 毎週招き、プロレスの基本ルールも説明する。また、DDT グループならではの企画マッチも行う。番組ならではの対戦企画として、若手の底上げを図る趣旨のもと、マジマンジュトーナメントを開催。準決勝まで5分1本勝負、決勝は10分1本勝負という短期決戦で行われ、時間切れなどによる引き分けの場合は、 アベマ TV のアンケート機能を使用し勝敗を決定する。マジマンジには、マジな、マンジがために象徴されるプロレスを見てもらいたいという思いが込められ、マジかよ。というワクワクを与えたい意味も含まれる。また、DDT の現在と未来を見せる番組とも定義、続けられている。なお、DDT グループの有料映像配信サイト、DDT ユニバースでも同時配信され、こちらでは、 アベマ版では流れないダークマッチをノーティービーマッチと題して独占配信している。マジマン事情からは番組独自の選手プロフィールが画面下部に表示されるようになり、年齢身長体重、必殺技のほかスピード、パワーなど選手別にピックアップされた3項目がパラメーター表示される。DDT、高木三四郎によるとイメージしているのは WCW の マンデーナイトロのようなテレビ中継のための工業。DDT 側の露出を増やしたいという点と、毎週同じ場所で生中継したいという前日の構想。ミバトブ側の格闘チャンネルでも各となるレギュラー番組を作りたいという構想が合致し、スタートした。ミバトブの通常の工業中継では試合が 中継枠に入りきらなかった場合、別チャンネルに中継を移し延長継続されるが、テレビマッチを意識するため完全に2時間で区切る予定。第5回では、実際には入りきらず、場外乱闘で、実況陣営が逃げる、中番組が終了した。2018年7月は、夏のヤバタに縁月間として、配信時間を20時から22時までにするとともに、格闘にで、 延長配信を実施。7月31日は場所を新宿フェイスに移し、19時から22時まで特別番組、DDT ライブ、マジマンジ、ビアガーデン3時間スペシャルとして3時間配信。10月10日は変則的に水曜に編成。10月28日、DDT ライブ、マジマンジ公楽園ホールスペシャル。 と大事日曜午前11時30分から午後15時までの特別番組を配信。22日にレギュラー番組終了が告知されたため、この特別番組が最終回となる。最終回ラストには2019年1月3日から DDT ライブマジマン次長としてリニューアルすることが発表された。2019年4月28日の DDT 後楽園大会から、 DDT ライブ、後楽園として、月1配信。2019年3月29日、DDTVS サイバーエージェントシリーズ第2弾、ダトリブ、マジマンジ長路上プロレスインはアベマトワーズを、マジマンジ長の特別番組として生配信。2020年3月11日に特別番組、DDT ライブ、マジマンジ長路上プロレスイン埼玉スーパーアリーナを配信。 YouTube 版でのインタビュアー、ありがとうございます。